アレックスレックス01は、スロベニアの重機メーカーであるアレックス社が開発した自動拳銃である。レックス01は、スロベニアのアレックス社が開発した同社発の自動拳銃である。基本的なデザインはシグザウアー製の P226 と似通っているが、中国北方工業講師で製造された NP-22 などのショイデッドコピーとは、 異なり自社での独自設計であるため、ほとんどの部品は流用することができない。P226 との際としては、P226 におけるスライドストップの部分がマニュアルセーフティになっている、スライドストップがデコッキングレバーとしての機能を兼ね備えている、などの点が挙げられる。フレームの素材はアルミニウムを採用しており、アメリカでの代理店であるファイムグループは、 本銃の耐久寿命について約3万発の射撃に耐えられると公表している。スライドのカラーはブラックとニッケルの2色がフレームのカラーはブラック、ニッケル、ホリッチグリーン、フラットダークアース、グレーの5式が用意されており豊富なカラーバリエーションから選択することができる。2016年のアメリカ合衆国大統領選挙の最終討論直前 アレックス社の販売代理店であるファイムグループはカスタムグリップを装着したレックス 01S をマイクペンスを通じてドナルド・トランプに贈呈した。なお、このカスタムグリップは白頭足と正常期を模したレリーフとともにメイクアメリカグレートアゲーンの標語が刻まれている。ピストラアレックスレックス 01S2019 年10月13日閲覧レックス 01CP ニューガン・フォー・ザ・ポーリッシュ・ポリス。2019年10月13日閲覧。アメリカン・ライフルマン。メイク・アメリカ・グレート・アゲイン・レックス・ゼロ・イエス・ピストル。2018年1月11日閲覧。ありがとうございます。